随分以前からご覧になっていただいてた物好きな皆さん、おはようございます。遊びグリコ復活してますよと、ご存知ない方はね、え何と、遊びグリコ前からあるけどとね、いう風にねおっしゃると思うんですけども、カエルのギロなんですよ。以前何個買ったのかな、もう随分買ったんですけど当たんなかったんですよ。まあサマオクの方からもいい加減にしなさいというお達しも出たりして、もういよいよグリコさんの方でもカエルのギロが廃盤となくなってしまったんですね。まあそれ以降も遊びグリコはいろんなおまけで楽しませてくれてたわけなんですけども、テラミナスさん的にはカエルのギロが終わった時点で終わったなと思ってたんですけども、まあ、小学校時代からの同級生で坂太郎くんという方がいらっしゃいまして、彼がですねもうすでに売り場にこのカエルのギロがないというふうに分かって、私が諦めてた頃、売ってる店を回って探してくれて、こんなに大量に持ってきてくださってたんです。まあまあなんで今までこれをやんなかったかというのはですね、まあこのちょうど遊びグリコレベルぐらいのね感情のラインがありまして、このおまけとキャラメルの境目あたりでです、悲しいとかこう嬉しいとか行き来してるわけですよ。時にはですねすごく嬉しい時はこのおまけのラインを超えてすげえ嬉しいっていうこともあるわけですよね。ところがですね、まあ、人生には何回か、もうこれも超えるっていうことがあるんですね。まあ言ったらすげえ嬉しかったんですね。どういうのかな、嬉しいを超えちゃうともありがたいになっちゃうのかな。例えばですよ、当時やってたように全部バーッと開けて、なかったらどうするんですかと、カエルのギロが。そしたら僕どんな顔すりゃいいんですかと。ないなぁと。何度かね、坂太郎さんとも開封方法について私の方からご相談というか、こんな書き方を考えてるんだけどどうだろうかとかね、ご相談したりしてたんですけども、この時期になってですね、コメントで教えていただいたりもしましたけども、カエルのギロが復活したんですね。どうですかね、自分の中では永遠にも会えないものに対する気持ちみたいなものをこう保ってきていたのが、転校しちゃった友達がもう住所も分かんなくなって、だけどまた会いたいなーっていう思いを持って、まあ、その友達のこう作文を書いて、その作文が賞を取っちゃって、賞状なんかねこうもらっちゃってありがとうございますとか言って言ってたのがですね、実は隣の町内に住んでたよということを知っちゃったらですね、もうその作文をこう額に入れてこう飾っとくっていう動機づけもちょっと恥ずかしくなってきますよね。いやもういや違います違います、すごいありがたいんですよ。そこはね、その揺るぎないんですけども、なんかその時期が来たなということを思いまして開封してまいりました。でやっぱりそのありがたいものですから、お寺のたくさんある尾道の山手でね一個ずつ開封していこうと思ってやっていたんですけども、実はですね、最近面白がって使ってるあのワイヤレスマイクをまだ当然のように装備してしまいまして、自分撮りをしているのにワイヤレスマイクを使うという、しかも環境音も拾ってワイヤレスからの音も拾うっていう、そういうことすると皆さんどうなると思います？音声はなんとも不気味な音声になっちゃうんですよ。でこれはもうオクラ入りだなと、オクラホマミキサーだなと思ってたんですけども、それをまあなんとかこう予告編的にちばめてね、皆さんにじゃないんですよ、テラミナスさんのビデオはね皆さんも見ていただいてますけども、基本的には内々のものをパブリッシュしてるだけなんで、発信してるわけじゃないんですね。なのでそのパブリッシュする気持ちをこれでもう満足させようというふうに思ってたんですけども、やはりですねこうふざけんなという、本編はどうなんだという、これごもっともです。音声ひどいんですけども、後でアフレコしてもおかしなことになりますんで、ご覧いただくことにしました。めっちゃ見てください、こういうことです。はい、ここはですね、ずいぶん前に遊びグリコ復活編のビデオを撮影使った場所なんですが、バシッとこんな感じ。これは立ち入れないでしょ、さすがに。やめとけと、こう神様がなんかがおっしゃってるのかな。この辺の石田はね、小学生の頃、まあ坂太郎くんたちとグリコとかしながら帰ったりしたんですよ。いやもうすっごい楽しかったよね。キャラメル自体の思い出とかもあるけど、じゃんけんポンと。今の小学生とかやるのかね、仏様かなにお願いして、そんなことお願いすんなと言われてもしょうがないんですけども。いや、久しぶり。一個目開けるよ、坂太郎さん。どうですか？いやー、このカエルのギロラ久しぶりに見たな。お顔がいいもんね。ファンタジーゾーンとか思い出しちゃうお顔ですよね。ご利益ありました。焚き火のいい匂いする。すごいいい匂い。この焚き火の匂い好きです。おはよう。こんにちは。じゃあここでやってみるかな。次はまあ尾道城さんに缶をかけて。これ尾道城さんね。え、何当たってるかどうかって気になるもんね。ちょっと開けていい？これちょっと開け出してよ。これまず皆さんにお見せしなきゃ。これ、はい、バシッとカエルのギロ鼻に入ったよ今。毛並みめっちゃいいけど、君はあれでしょ、ノマドじゃないな。もう一個開けようか。じゃあ君もいることだし、来い。これはバシッ、カスタネットです。カラスです。
これ身動き取れないじゃない、ここにこうバシッと乗っかるとさ。もう一個行けってこと？これだって坂太郎くんにもらった大事なやつなんだけどな。そんなに次々ね上げていいもんじゃないんだよ。これ当たるようにちょっと祈ってくれ、一緒に。おい、これどうだい、これ皆さんどうだい。来たー、これ本当か、坂太郎さん。うおー、もう僕がカエルのギロです。行こう、これ欲しかったの。ほらこれ、これいいでしょ、これ。ちょ、君ちょっとおしっこの匂いもするね。やったー、やったー、やったー、坂太郎さんすげー。ちょっと、あ、人来たね。これ完全にもう通報されるよ、大丈夫。ちょっとどい、あ、好きにして俺降りてくんな。ちょっと本当もう帰んなきゃ。こんにちは。下ろすよ、もう知らないよ。はい、せーの、おいおい、ここ降りろ、ほら降りな、ここに、ほら、おいーっと降りて、降りて、何してんの。降りろよ、何してんだよ。ちょっとちょっと、いや、坂太郎くんにはこの8個いただいてたんですから、ちょうど真ん中の4個目で出ました。本当ありがとうございました、坂太郎さん。また会いましょう。お腹すいたらどこ帰る下校、寂しくなったらどこ帰る下校、もうこっくいろいろ泣く声が、おかえりってただいまって聞こえます。でももうちょっと一緒にいたいから、帰りの坂道やろうよ、グリコ。チョキ出したらチョコレート、パー出したらパイナップルだよ、グー出したらグリコだよ、グー出したらグリコだよ。まだ夕日が沈んでないうちに、おかえりおかえりだけ、やらないか、やろうよやろう、まだ開けてないのがあるんですよ。どういうものが入ってるのか。ハートマーク入ってました。カエルのギロ風な車。キャラメルね、これこのまま食べてもすごい美味しいんですけども、グラノラとミックスしてね、バンにならないかなと思って、ちょっとやってみました。お腹すいたら、帰る下校、寂しくなったらどこ、帰る下校、もうこっくいろいろ泣く声が、おかえりただいまって聞こえます。1日冷蔵庫で冷やしました。リーズナブルなラップを使うとラップ溶けちゃうんで、ね、ラップ食べちゃうことになっちゃうと、いくらラッパーに憧れてるとは言っても、こんなことじゃラッパーになれるわけじゃありませんから。うまそうでしょ。いただきます。うん、口の中に入れると体温でね、すぐ溶けちゃうので、おばあふん、グラノラうまいしね。これちょっと職場でしばらくおやつに食べたいと思います。じゃあね。